皆さんこんにちは、スマイルフラワーゆうです。今回はですね、皆さんに YouTube を始めるにあたってお伝えしたいことがあるので、この動画を撮らさせていただいてます。まあ、ちょっとね、今回真面目な感じでいこうかなとは思ってるんですけども、まあ、なんでこう動画を撮ってるかと言いますと、僕らも自分自身のこうやりたいことだったりか夢を持ってこの動画をいい意味で発信していくので、いろんなね、意見が大きくなればなるにつれてもそうですし、まあ、まだこの状況の中でもきっといろんな意見がね、今後飛び交うかなっていうこともあるかなと思うので、まあ一応この動画を撮らさせていただくんですけども、まあ、どういうことをお伝えしたいかと言いますと、まあ、まず僕がそもそもジャニーズ事務所にですね、まあ、10年ぐらい昔いたんですけども、今回僕らのチャンネルがどういうことを発信していくかっていうのは、一応最初の動画のね、自己紹介動画でも発表はしてるんですけど、8割方ね、ジャニーズのいいとこだったりとかリスペクトを置いたね、ハッピーな動画を届けられるようにってことで、ジャニーズのデビューした人のお祝いだったりとか、まあ、僕がジャニーズにいたからこそ皆さんにお伝えできることだとか、それがいい意味でね、こう皆さんが見てて、あ、こういうことあったんだとか、こういうの知れてよかったとかって思うものを伝えていきたいんですけども、中にはやっぱりそれを聞いて、いや言わなくていいだろうとか、そんなジャニーズの名前使うなよとか、多分あると思うんですよ、そういう意見も。そんな時に僕は全然その意見は受け入れますし、いいなと思うんですけども、まあ、きっとね、その意見の中で過去の栄光だとか、元ジャニーズ使うなとか、まあ、元ジャニーズの中でもいろんなことやられてる方もいますから、それに沿ってなんかいいイメージがなかったりとか、またこう元ジャニーズ使ってなんかやってる、僕はまあそういう意見も受け入れますし、そういうのもいいなと思うんですけど、未来を見てちゃんとやってたりとか、僕も夢があってこのチャンネルに対してすごく熱意があってやってるので、そこだけは最初に分かっておいてほしくて、まあ、この動画をまず撮ってます。その中で、まあ、皆さんの意見はいいことも悪いことも含めて、まあ、コメント欄だったりとか、まあ、DM だったりとか全てしっかり見ようかなと思ってますし、そこに対しての、まあ、ニーズに合った質問コーナーだったりもそうですし、嫌なことはしないとか、2人で話し合って、まあ、いろんなことをね、そこ試行錯誤しながら今回いろんなチャンネルをね、届けていけたらなと思うんですけども、あらかじめ何が言っておきたいかと言いますと、僕は全然100人全員とかに、まあ、好かれる理由はないと思ってて、全然嫌な人は嫌だろうし、こんだけの人間がたくさんいるんで、どんな意味でも気に食わない人は気に食わないと思うんですね。そんな中で、まあ、できればね、やっていくにあたってみんながやっぱ笑ってくれたりとか、いいなって思うものを極力ね、やっぱクリエイターとかフロントに立つ人間としては届けたいんで、それはもう僕らも頑張ってこうそこに添えるようなことをやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、あらかじめそういうことが起きる前にどういう思いを持ってこの人をやってるんだっていうことを、ただ元ジャニーズを使いたくてやってるのかとか、ジャニーズの名前を使いたくてやってるのかっていうことだけで憶測が生まれる前に、僕のファンですらなんでこういうことやってるんだろうとか、まず歌とダンスやんないのとか、なんでこういうことに最初発信になったんだろうとか、きっと思う方も、まあ、中にいると思うんですよ。僕なんか全然数知れてるんで、まだまだ知らない人も世の中にたくさん全然いますし、もうペーペーなんで、ただ一人でも二人でも僕を応援してくれてる人、今まで応援してくれた人だったり知ってくれてる方だったりもそうですし、これから見てくれる人のために撮っても、まあ、やっぱ知っといていただいた方がいいというか、僕個人的に相方にも頼んだんですけど、これは出したいと、まあ、それがどういう風に広がるのかどうかは別として、まあ、そもそも僕の熱意を伝えたいと、この画面を通して、でこれがやっぱり僕が一つこれから先 YouTube を通してやっていきたい一つのカテゴリーでもあって、やっぱりこう世の中のニュースだったりとか暴露だったりもそうですけど、僕はその基本的に人を落とすやり方とか、まあ、誰かが言ったことを信じるって声はそんなに好きじゃないので、この動画を通して本当にいいリアルなものを届けて、嘘抜きの見てて気持ちいい動画を全てに対して届けたいで、まあ、これを見てて楽しいな、今日一日頑張ろうとか、あ、こういうこと知れたから今日もハッピーとか、ジャニーズってやっぱ素敵だなとか、いや、スマイルフラワーってめちゃめちゃ面白いなと、そういう風に思ってもらえるのを届けたいんで、まあこのツールを使ってこれからそういうことやっていきたいなと思って撮ってるんですけど、一番の自分の思いはそういうところ、まあみんなね、ジャニーズだったり他の俳優さんだったり女優さんだったりとかいろいろあると思うんですけど、まあそれはもう普通に生きてる一般のいろんなお仕事をやられてる方にも限らずあると思うんですけど、誰かが誰かのことを言ったことを信じるんではなくて、個人的にはその人が本人が口を開けないんだったら、それは信じない、憶測だけでこう考えるのはやめてほしいなって思いますし、本人が口を開いたことが僕は結構全てだなって思うタイプなので、そういう一つのこととして見てて気持ちいい、リアルだなとか、あ、こういうのが真実なんだっていうことを思ってことが発信していけたらいいなと思って、僕自身はこの動画にそういう思いも込めて撮ってはいるんですけど、ちょっとかしこまっちゃってるんですけどもね、はい僕は今後結局その自分のツールとしては歌とダンスがメインなんで、結局僕もね、一人の人間なんで、これはもう全てをここに今は注いでますけども、やっぱ基本的にはみんなファンのことと、やっぱライブやったりとか歌とダンスをして、今後その僕もドームに立ったりとか横浜アリーナに立ちたいですし、まあそれはね、大きい夢なんで、ここに一つ残しておく記録としてね、そういうこともあって今回こういう、まあ自分の持ってる武器というか、僕はそれ全面に使わせていただきたいと思ってます。なんでかっていうと、何回も言いますけど、僕はジャニーズに10年いたんで、それは事実だって、僕は頑張って経歴でもデビューしてない、やめただろとかじゃなくて、僕は逆に皆様がお仕事をしてる間にそのお仕事しかしてなかったので、それしか分かんないんで、それに対して使えるものはそれは使う、でも悪いことは言わないということなんで、それを思ってみんながいいなと思ってもらえるものを作るんで、そこはこういいも悪いも見たくない人は見なければいいですし、見たい方はもう笑顔になって見てもらえればいいですし、そんな感じでね、基本的にはもう本当にリアルなチャンネルなんで、あとは個人的に YouTube が僕は向いてると思ったから始めました。喋りも好きですし、フロントに立つのも好きですし、まあ、みんなとの時間を作ったり思い出を作れるのも好きなんで、個人的には嘘をつくのが嫌いなんで、
カットとかあるかもしれないですけど、それをいい意味で発信してくるものなんで、誰にも邪魔されず自分の言葉 で今後そういう風に僕は誰に何を言われても自分で突き進むっていうものが好きなタイプなんで、これが一番向いてると思ってまずここにフォーカスを向けましたってことで、まあね、僕も一人の人間なんでね、これから先みんなとの時間ほんと作りたいですし、まあこれを一つの夢の駆け足としてもう一生懸命やっていくんで、まあほんと皆さんね、スマイルフラワーそして川口優もそうですけど、まあ、応援してもらえたらなって思うんで、良くも悪くも温かい目で見守ってもらえたら嬉しいなと思います。この後もね、こうちょっと微笑ましいめちゃめちゃ楽しい動画とかも上げていくんで、それはそれでこう笑ってクスクスと見ていただいて、まあクリーンな、かなりクリーンでね、もう輝かしいチャンネルなんで、まあ僕らもキラキラしたアイドル YouTuber なんでお母様だったりとか、まあ高校の友達だとか、いろんな方と見ていただいても、あのちょっと暗いというか真面目な話になりましたけど、まあ今後ね、僕はそういうことを思って活動していきたいなっていうことがありまして、この動画を撮らさせていただきました。ちょっと真面目すぎたと思うんですけども、とにかくこう世の中がいいように進めばいいなというか、一つの影響を持った時に、まあ、この動画がね、もしかしたら1年後何百万再生されてるかもしれないですし、まあそこのね、未来の投資というか、未来に残る映像としてでもこう一つ残しておくことは大事なことなのかなと、まあ、僕だけじゃなくて周りの方だったりとか大切な人たちにこの動画見てほしいですし、そういう世の中になってほしいなと思うんで、そういう思いも込めてね、僕はこの動画を撮ってます。なんでね、皆さんとにかくこれからね、がっつり有名になっていって、今応援していただいてたら必ず後悔させないんで、それはそれでこのチャンネルが進んでいったら、スマイルフラワーで Vlog だとか本当にたわいもないことも上げていきたいと思いますし、まずはこう僕もジャニーズしかいなかったですし、それはもう全面に使わせていただいて、それはちょっとお許しとかないと思うんですけど、みんなが嫌だなって思うことは気もしないですし、嫌だなって思ったことは僕らももうそれは意見を飲んでやっていかないので、長い目を見てちょっと目をつぶって、まあ応援してくれる方もちょっと嫌だなと思う方も見ていただけたらなと思いますし、できれば応援してもらえたらなと思います。ライブとかやるときに会いに来てくれたら直接その意見も聞けますし、まあ何よりもこう僕はリアルで見てもらった方が、まあ、かっこいいんでね冗談です。リアルで見てもらった方が伝えられるというか、素直に直接会った方がね、思いが伝わる方の人間の方だと思うので、会いに来てもらえたらなと思います。そういう機会があるときは、まあ、今後僕もライブだったりとか音楽活動をガンガンしていく予定なので、それはそれでね、個人チャンネルの方に上げたりとか、こっちのチャンネルに上げたりもすると思うんですけど、皆さんと会える機会をガンガン作っていけたらなと思うので、スマイルフロアでイベントやったりとか、川口優ソロとしてもやっていこうかなって思ってるので、知らない方、知ってる方もこう興味本位で来ていただけたらな、まあ、なかなかとちょっと真面目な話にお付き合いいただきすいません、ありがとうございました。まあそんな感じで今後は楽しい感じで上げていきますので、皆さん今後も楽しみにしてお待ちいただけたらなと思います。まあやってほしいことだったりとか、やめてほしいことだったりとかは、まあ、バーッとコメント書いていただいたりとか DM してくれたら、まあ、全部目は通すんで、まあ極力いい意見だったりグッドだったりチャンネル登録してもらえたら最高に嬉しいです。ちょわちょわって感じなんで、ぜひこんな感じでね、今回の動画を締めくくりたいと思います。それでは次回めちゃめちゃ楽しい動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チュース、バイバイ。This is my life. Like myself. あの遥か彼方上の方へ Like myself. The beginning of the end of the shine. Like myself. Anytime, anyway, anything crazy in my life.